ロード、僕の身長や体重についても教えてあげちゃうよ。もしもお話を終わりたいときはバイバイって言ってね。 ATM の場所を教えて。うん、僕はお金を下ろさないから ATM の場所を知らないんだ。お店の人に聞いてみてね。顧客満足と CS 向上のためにですね、新しいお客様とのコミュニケーションツールを、模索しておりました。その中で、コミュニケーションロボット活用のお話がありまして、今回の実証実験に至りました。これから夏休みになりますので、お子様も、親御さんと来て来店していただいてですね、蒼太君といろいろ話していただけたらなと思っております。本日はご来店ありがとうございました。